今はあんまりその軽いとか重いとかいうことにそれほど自分の重要な意味があるとは思ってないんですけども、ちょうど今年で50年になるんですけども、50年経ってみると自分のその一番こう身体性に関わっているような建築は洞窟のような、つまり内部だけがあって外がないような建築、そんな建築こそが自分の本質ではないかと思うようになったんですね。自然の中で人間は育って、いつも自然とこう親しい関係を保っているのにもかかわらず、現代建築は自然から離れてしまっているということに対する疑問はいつも持っているんです。だからずっと変わらず自然との関係をテーマにしながら建築を考えてきました。一見なんか関係ないようでも、内側内部には何か自然を連想させるような空間をずっと作ってきたつもりですね。そういう意味ではそれは変わらない。でも見たところの表現は毎回違っていきますね。僕は同じことを繰り返しているのはクリエイティブではないと思うし、退屈なんですよ。西洋の都市とにアジアの都市は全然違う。建築も同じようなことがあって、僕はそのモダニズムの建築に建築思想に随分影響されて建築を作ったけれども、でもそれをもう一度自然と親しいものに変えていきたいといつも思ってるんですね。そのモダニズムは日本の社会では100%とは言わないけれども、95%以上はモダニズムの思想に覆われています。特に僕がそれを強く感じたのは3.11の後の復興の防潮堤を作ったり、仮設住宅もそうだし、そういうすごく自然とこう分けてしまうような復興の仕方をしていて、これでは日本はダメだと思った。モダニズムの思想というのは生命力を今失っていると思うし、グローバルな経済システムと結びついていて、超高層のような巨大な建築、都市を再開発していくような建築にばかり使われていて、それは本当にその初期のモダニズムが持っていた人間のために変えていこうというような精神を失ってしまっていると思うんですね。ですから僕はモダニズムの次というか、ポストモダニズムの本当の意味での、新しい思想を作っていくことがすごく大事だと思っています。建築を考えるときに、日本の建築というより庭園を考えるんですね。で、日本の庭園はいろんなエレメントがあって、それをこう人々が経験することによって一つの庭園という自分の空間を作るわけですよね。経験する人によって見るものも少しずつ違うし、それから歩き方も違うし、歩くスピードも違うし、その人に作り上げる空間の時間感覚っていうのは変わってくると思うんです。それと同じようなことを僕は建築でやろうと思っていて、だから自分にとってはその経験するという経験の総和が自分の建築を作っていくと思ってるんですね。だから人によって違うものができていくという、そういう建築を僕は作りたいといつも思って、だから壁によって
区切られて、はい次、はい次っていう、そういう建築は自分ではあんまり作りたくない。できるだけ壁をなくして連続していくような空間を作りたいと思ってるんですね。建築家として亡くなった人たちの家とか町とかをなんかお手伝いすることはできるだろうかと思って考えたのがみんなの家なんですけれども、最近になって10年経って今公共建築はみんなの家のようなものであるべきではないかと思い始めた。最近の公共建築は特に図書館でも本を読みに行くわけではないし、そこにいろんな人が集まってくることの方が大きな意味を持っている。劇場なんかも作る時にはすごく音響のいいホールを作りたいとか考えるんだけれども、それを利用する人たちはコンサートに必ずしも来るわけでもないし、演劇を見に来るわけでもなくて、そのホワイエで遊んだり、そういう何か目的のない空間の方が毎日でも人は来てくれて、小さい子供がいるとお年寄りも喜んでこう来るというふうに大きな家族みたいになってるんですね。ですから公共建築っていうのもその大きなみんなの家のようなものだということを最近は考えるようになりました。そういうことを通じてその人々が居心地がいいとか一日でもいられるような建築を作るとか、そういうことがやっぱりさっきの質問にあったような自然とつながっているとかね、アジアの人の建築観というか自然観とつながっていくというふうに考えることができるので、その辺が一つになって、みんなの家っていう言葉はすごくいい言葉だなというふうに思い、何気なくつけたんですけどね。10年間、島に行っていて、でミュージアム、僕のミュージアムが最初にできて、それからみんなの家を空き家を借りて作って、それと古い小学校のもう廃校になってしまった学校をリノベーションして宿泊できるような施設にするというプロジェクトを作って、ワイナリーを今作っていて、若い人たちと一緒になって今やっていて、それはもう一度何か農業の重要さっていうか、ものをその自然の中で自然と接してものを作るということがどれだけ大変なことか、それから重要なことかということを自分でもう一度学んでいますね。僕は小さい頃は本当に貧しかったので、家の畑で自分でキュウリを取ったりナスを作ったり自給自足のような生活をしていたんですけれども、今東京にいるともう全く何か農業なんてスーパーから買ってくるものだ、野菜とかね、フルーツとかっていうのはそういうものだと思っていて、その生産するということの意味というのを忘れてしまっているわけで、それはすごくやっぱり意味のあることで、もう一度なんかそうやって本当にこう土と接しているということから建築を考え直さないといけないなと思っているんですね。4月に建築って何だろうっていうレクチャーをしようと思って今一生懸命考えてるんですけど、アフリカなんかにある未開の民族の集落の写真をこう見ていると、本当に素晴らしい、やっぱり幾何学に頼らない洞窟のような空間が作られていて、こういう建築自分でできるかなというふうに思うんですね。
まあそういう意味で、大三島に行くと、すごく静かに、時間の流れ方もすごく変わってくるし、ゆっくり流れていく。東京だとものすごい慌ただしいんだけれど、そういうところで自然の中に、身を置いて、で、実際にそこでブドウを育てて、ワインを作って、それで、静かな海を眺めながらワインを飲むとか、まあそういう経験が何か今までとは違った自分の建築の考え方を生み出してくれるような、そういう場所になりつつありますね。一つは、子供、小さな小学生に建築を考えてもらおうと思って、家って何だろうとか、街って何だろうっていうことで、毎年20名の学生、子供に、小学校の4年生、5年生、6年生だから10歳から12歳ぐらいの子供に限定して、1年間同じ子供たちとそういうテーマをやってきて、で、大学の建築学科にいる学生さんたちに TA をやってもらって、それは非常にうまくいってます。ちょうどね、そのぐらいの年の子供たちって毎年すごく変わっていくんですよ。最初はこう自由に奔放に自分のイメージを「家」って言っても、なんかいろんな、もう空飛んでるとか、なんかいろんなことを自由に考えてるんだけども、6年生ぐらいになるともう少しこう理性的に考えるようになるとか、構造はどうなってるんだろうとかっていうようなことを考えるようになる。自由に奔放に考えるということのまんま、大学の建築学科に進んでほしいなと思ってるんだけれども、なかなかみんな常識的になってきてしまうので、TA の人たちが教わることの方が多いぐらい、学校ではなかなか絵を描いたり工作をしたり、社会科で家族のことを勉強したり、バラバラにやってるけども、その一つのものにこう総合するような、家って何だろうっていうふうに一つのものに総合して考えるようなトレーニングはないので、そういう意味ではすごく子どもたちは興味を持って3年間続けてきてくれるような子どもも結構いますし、ものすごく素晴らしい子どももいます。絵を描かせても模型を作らせても。もう一つは、ずっと大三島のことを考えてきたんです。大人の塾では、最初のうちはな自分たちで大三島にグループで通ったりしながら、大三島で何かできることはないだろうかと思って行って、移住した人も何人か大三島に3、4人いるかな。今農業やったりしてる人もいるんですけども、まあそういう人たちが出てきてくれたことは塾で嬉しかったことですね。みんなあんまりものを考えない時代になってしまったので、 SNS とかそれこそ携帯でなんかすぐ調べればなんか分かってしまうし、リサーチも全部そうやっちゃうし、だからなんか考えることを来年はやりたいと思っていて。それで建築って何だろうとか、都市って何だろうとか、デザインって何だろうとか、生命って何だろうっていうようなことを6回、2ヶ月に1回やろうとしていて、まず第1回目を僕がこの建築って何だろうっていうテーマでやろうと思って、これは子供にも参加してもらって、大人向けに話すんだけれども、小学生の子供でも理解できるような、まあそういうレクチャーにしたいなと思ってるんですね。だからそれはすごく楽しみにしてます。